こんにちは。世界一周しながら副業サポートをして暮らしています。輸出サポーター堀秀夫です。好きなことをして自由に生きる、好きなことをして自由に生きたい私にとって今の世は天国。恥ずかしいとか共感が得られないなんてことは微々たる問題に過ぎないと、昨日、日本では、パソコンで稼ぐというのは恥ずかしいことですという動画をアップしたわけなんですけど、じゃあやめとこうというわけじゃなくてね、いやいや日本だとね、ちょっと恥ずかしいというか、とがめられることが多いけど、それをね、差し引いても、もうすごい、パソコンで稼げるようになって今の世の中ってありがたいなというふうにね、日々思っております。時代が違うと、すごい努力をしても自由なんてなかったことを改めて確認しました。ちょっとね、昔の人の、暮らしぶり、ね、それと今の自分の暮らしぶり、比較してみたんですけど、昔の偉い人、仕事ぶりと性格、仕事の鬼、正義感が強い、向上心に溢れる、睡眠時間短い、決断やたら早い、人の意見を聞かないというね、偉い人。もうね、この仕事の鬼ぶりとか向上心とかね、決断の早さとか、もう尋常じゃない、偉い人の話です。なのに、生活ぶり、暮らしぶりとしては、粗食、ね、特に贅沢な食べ物は好きな様子はなかった。ね、お茶漬けというか、お湯かけというかね、それが割とよく食べた。豪華な食事は口に合わなかった。酒は飲まない。海外旅行経験なし。ね、贅沢はちょっと趣味のものを集めたくらいと。すごい偉い人ですけど、それにしてもこんなね、今の私が見ても、つつましいなという暮らしぶり。一方私、ね、仕事ぶりと性格。仕事はほどほど、好奇心旺盛、向上心ほぼなし、睡眠時間長い、決断はやったら早い、人の意見を聞かない。ここだけは一緒ですね。生活ぶり、食事は贅沢、ね、高い酒が好き、海外旅行は50都市以上と。そんな好き勝手暮らしてるわけなんですけど、偉い人というのはね、織田信長、ね、尊敬する武将です。なかなか人間を尊敬することはないんですけど、織田信長はね、かけねえなしにやっぱすげえなと思います。そんなすごかった織田信長と比べるのも おこがましい話ですが、私は生まれた場所と時代が良かったので、能力もないのに、大した努力もせず自由に暮らしています。時代と生まれた場所と時代、これが大きいんですけど、信長の時代と現代の比較、まずパスポート、ね、信長の時代パスポートあるわけない、ね、そもそも海外に行ってね、どっか他の国の人の安全を保障するなんて話はありえない時代、そもそも海外旅行に行くこと自体が珍しいというか命がけの時代ですからね、パスポートあるわけない。で、かたや現在の日本、日本のパスポートは今やビザなしで世界一多くの国に行ける最強のパスポートになったと。日本のパスポートを持ってるのはね、ほとんどの国に事前手続きなしに思いついた時にひょこっと行けるという大変便利な時代です。そして飛行機、ね、飛行機飛んでなかったですね、織田信長の時代は。旅行は命がけ。アナと雪の女王のね、お父さんも、ね、船でしけて死んじゃってましたけど、基本船旅でね、海ですから、今のようなね、大型客船とかあるわけもなく、ね、命がけ。何回か行ったら、ね、一回ぐらいは沈むのはよくある話というような時代。思いついたら気楽に。寝てる間に安全にね、目的地に着くなんてことはありえなかったと。そういう気楽に、旅行好きにはもうまさに天国と。そして、インターネット。ね。何しろ今はね、情報収集のみならず、お金を稼ぐのにインターネットが使えると。この恩恵を受ける生活ができると、本当この世は天国だなというふうにね、実感して感謝して生きております。何しろインターネットのこの威力、ね、信長の時代と言わず、30年前に、ね、世界で
暮らそうみたいなね、ちょっと意味不明なことを考えてアメリカに行ったんですけど、語学留学で。まあ、その時と比べてもね、今全く違います。まず航空券、ね、比較するということがね、できるようになって、インターネットのおかげで比較するということが一般的になって、今航空券本当安くなりました。まあ、30年前は航空券高かったです。ね、まあ、定価そのものはね、今も高いんですけど、まあ、昔はね、割引航空券というのは数少なかったですし、まあ、買ったけどね、実はその旅行会社が発見しただけでね、その航空会社にお金払ってなくて使えなかったとかね、買った航空券がね、使う前に旅行会社潰れちゃったとかいうこともね、ありました。普通にありました。これね、何しろインターネットないんでね、買った航空券が本当に使えるかどうかって、空港行ってね、引換券を出して航空券と変わってみないと分かんないと、ね、空港行ってね、これ何と、ね、こんなの番号予約入ってないけどと言われたらそれにて一巻の終わりと、ね、いう事態がありました。値段も今ほど安くなかった、ね、使えるか使えないかの確認もできなかった、 今ほど安くなかった、ね、まあ割とそうですね、海外旅行で安い航空券を手に入れるっていうのはスリリングな体験ではありましたね。それから宿泊ね、宿泊も30年前はホテルドットコムも Airbnb もなかった、ね、しかも、ね、普通に泊まるといえばホテルで、まともなホテルはすごい高いんでね、若者が安く旅をするというとなかなか厳しいと。で、旅というかね、今みたく何ヶ月いましょうとかね、1年かけて旅しましょうという場合はとてもホテルだとね、安全なホテルだと高くて払えないと。だからある程度の危険は承知でね、安いホテル、ね、部屋から出るときはね、気をつけないと、通りよりも危ないとか、そういうホテルで泊まってね、でなんとか早く、ね、シェアハウス見つけないと、ね、いつ強盗に遭うか分かんないとかいう形で、日本料理店とかね、そういう日本の食材店とか韓国の食材店に行って張り紙を見てシェアハウスを探すと、ね、いうのが、まあ、昔の長期滞在、海外に長期滞在するときの、まあ、普通の形。まあ、私がニューヨークに行ったときもそうでした。それから、ウーバーもなかった。ね。まあ、ウーバーないですから、まあね、ぼったくられる可能性が高いの分かりながらタクシーに乗るしかない。あるいは、ね、危険を承知でバスや電車で移動するしかなかったと。まあ、昼間はね、電車ならね、そんな危険もないんでしょうけど、まあ、ただね、運悪く夜着く、夜移動しなきゃいけないという時の電車は、ね、結構、ね、ニューヨーク、当時は安全になってきたといえども危ない感じだったんでね、どうやったら安全に過ごせるか、あ、そうだ、俺が危ない奴に見えるようにすりゃいいんだって言ってね、ちょっとね、得体の知れない格好して電車に乗って移動達したりをしてました。ね、そして、まあ、私が今、稼ぐ糧となっているアマゾン。アマゾンのなかった30年前、ね、まあ、売れて儲かるんじゃないかなと思う商品を見つけたところで、まあ、気軽にテスト販売する場所がなかったと。そうは言ってもね、乗ってたバイクをオートバイ雑誌でね、端末のページに載せて売ったりしましたけど、まあ、全然スピード感も見てる人の数も違うんでね、まあ、そんな高く売れるもんじゃないと、ね、まあ、ところがアマゾン、ね、まあ、ヤフオク、eBay もありましたけど、何よりアマゾンですよね。売れるんじゃないかなと、売れそうだなという商品を売ってみて、売れたらそれをどっさりアマゾンに送ればね、勝手に販売してね、儲けてくれると。これ本当にね、すごい仕組みだなというふうに思います。まあ、これらね、自由に海外に出て、ネットで稼げばね、好きなところで暮らせると。まあ、これは多分長い歴史の中でも、しかもね、まあ、織田信長ですらできなかった話ですからね。まあほんの100年前だったら、ほとんどの国のね、どんな金のある王侯貴族でもできなかった、この旅行とか好きな場所で暮らすとかね、いろんなものを見に行くってことは、まあ、私たちはすごい恵まれた時代に生まれて生きていると。まあ、この機会を生かさないのは損だと思います。まずはね、オーストラリアアマゾン輸出メールセミナーに登録して、アマゾンそんな行けるのかと、ね。私もそういうふうに暮らしたいなと。そういうふうに暮らしたいなって人は生まれかな。まあ、そうは言ってもね、やっぱ副業でまずは稼げん、本当に稼げんなら稼ごうかなという方はね、こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録ボタンを押して、Amazon 輸出無料メールセミナーに登録してください。
動画を見ててこれクリックできんけどという方はね、説明欄の URL をクリックしてメールセミナーに登録してください。以上、輸出サポーター堀秀夫でした。